皆様こんにちは。今回は久しぶりに Get Ready With Me をやっていきたいと思います。はい、じゃあまたまたゆるゆるな感じでしていきたいと思います。これ使います。 Get Ready With Me は本当に準備動画ですね。スキンケアは終わってます。これ使います。今日メイクは最近購入品動画とかでアイメイク教えてくださいっていうコメントたくさんいただくので、メイク、悩んだ時にやるメイクをやりたいと思います。で、コンシーラー、ローラメルシエ。最近ローラメルシエにハマってまして、結構ベースはローラメルシエのものが多いです。で、これはカバー力っていうよりハイライト効果が高いものみたいなので、ハイライトを入れる感覚でこのコンシーラーは入れてます。なので結構広めの範囲でコンシーラーを入れてます。で、パウダーもローラメルシエを使います。で、眉毛は最近はこのメイクアップレボリューションのブローパレット、アイブローパレットを使ってます。これは日本では売ってないんですけど、公式のサイトで売ってるので買いました。で、ここ上4色がパウダーで下がクリームなんですけど、目尻だけこのクリームの方を使って描きます。そうするとしっかり形を取ってくれるので、これを愛用してます。で、そしたら中を埋めます、パウダーで。で、クリームで描いてからパウダーでのせるとすごいしっかり密着してくれて落ちにくくもなるのでおすすめです。はい、そしたらこれでノーズシャドウ入れます。最近変わったことが、このドーリーウィンクのクリームアイシャドウ01ゴールドを使うようになりました。こっちの方がもう少しナチュラルなラメで、こっちを最近使ってます。で、ジルのやつも持ってるんですけど、そっちと交互に。で、結構ラメを強くさせたいときはキャンメイクの大好きなジュエルスターアイズを使ったり、何種類かこのラメシャドウを使い分けてます。それで、最近アイシャドウの質問すごいいただくんですけど、最近お気に入りなのがこのエクセルのスキニーリッチシャドウの SR05 番のウォームブラウンっていう色で、まずこのハイライトを全部まぶた全体にのせるんですけど、すごい粉がしっとりしててピタッとくっついてくれるのですごい好きです。この手に取った感じもすごいしっとりしてるんですよ。だからこれの他の色も欲しいなと思って、で、次はこの隣のオレンジっぽい色をまぶた全体にのせます。はい、全体的にのせたら、二重幅のところらへんをこの色でのせます。のせたら下まぶたにも同じ色をのせます。細めにこのまつげの際ら辺を、際ら辺に入れます。で、そしたら一番暗い色をアイラインっぽくいきます。
で、下まぶたの3分の1にも入れます。こんな感じで入れたらビューラーをします。で、ファシオのボリュームの方を使います。これすごいボリュームが出てくれて好きなんですけど、つけすぎちゃうと白っぽくなっちゃって、それをマスカラで隠すのがちょっと難しいっていう点があります。でもしっかりボリュームは出してくれるし、線入りじゃないので毛先がクロスしたりとかもないので結構気に入ってます。で、これを乾かしてる間にフェイスメイクは大好きなこれを使います。で、チークはキャンメイクの使います。最近はちょっと上目に入れてます。上目に入れて、ハイライトはローラメルシエのベイクドハイライターを使います。まずこれでインライン引きます。そしたらラインは茶色のアイライナーで引いていきます。で、茶色の時は割と目全体を引きます。黒の時は割と目尻だけだったりするんですけど、茶色はそこまできつくならないので、細く上の全体のラインも引いていきます。垂らし気味に引いてます。そしたらマスカラは、ボリュームエクスプレスフォリュームラッシュ、フォルスラッシュのパーリーブラウンを使っていきます。はい、こんな感じです。最近は、目元はちょっと茶色めにしてます。気分で。起きた時の気分でメイクは変えるので結構毎日コロコロ違うんですけど、で、このエクセルのラメライナーじゃない、シャイニーシャドウのゴールドの方をちょっと指にとってのせます。で、これで眉下のハイライトを入れます。これはね、忘れちゃう時が多いんですけど、思いついたら必ずやってます。今日はちょっと赤っぽいオペラのリップティントの赤を使います。で、はファッションも、髪の毛はちょっと前回の動画の前髪アレンジと一緒のアレンジをしてるんですけどので、でワンカールさせてるだけです。ではコーデの方も撮っていきたいと思います。はい、ではコーディネートはちょっと今日あったかいので、サンダル履いてたりするんですけど、このサンダルが H&M で買ったものと、あとカーディガン、ロングカーディガンはスタジオクリップで買いました。で、この中は長袖なんですけど、こんな感じになってる。ここを結んでウエストの調節をします。これが結ばないとストンとしてるんですけど、割とこれをきつめに結ぶとスタイルよく見えます。これはレトロガールで買いました。で、デニムがアメリカンイーグルで買ったもので、こういう形のちょっと名前忘れちゃったんですけど、足首に進むにつれて割と細身になってるデザインのデニムを最近気に入って着てます。で、バッグがロンハーマンのこういうバッグを使ってます。この生地のもののバッグがすごい好きで、どんな洋服でも合わせやすいので、結構この色のエコバッグじゃないですけど、トートバッグみたいのは何個か持ってます。はい、で、こんな感じで出かけたいと思います。はい、こんな感じでした。で、すごい質問いただく、このネックレスすごい今お気に入ってるエナソルーナのネックレスになります。はい、こんな感じで出かけてきます。
最後まで見ていただきありがとうございます。行ってきまーす。